ところでもたもたしてたら予選落ちちまうぞ。みんな怪我ねえか？なあもう、なんで美味しいとこ持ってっちゃうんだ。これせっかくの見せ場だったのに。これあ、いや悪い。もう一匹うどん、もう一匹化け物探しに行くぞ。このハドルちゃん待ってよ。おい、化け物大使がルールじゃねえぞ。張り切ってやがんな、このハマルのやつ。炎の十人試験、ナルトバーサスこのハマル。知っての通り、今回の十人試験は第四次臨海大戦に備え、イレギュラーに開催されるもので、この目的は本来の里同士の力比べではなく、忍び連合軍の貴重な戦力の確保。おめでとう諸君は見事に第二次試験を通過した。勝ち残った諸君には最終試験。おい、あいつは木の葉の里を一人で救ったっていう。嘘、渦巻ナルトさんじゃないの。なんであんな化け物が十人試験に混ざってんだよ。まだ下人らしいぜナルトさん。冗談だ。あの人ナルト兄ちゃん注目の的ね。そりゃあそうだよ、なんたって木の葉の里一番の忍びだもの。本戦のルールを説明する。本戦は1対1の自由戦闘で行われる。イレギュラーとはいえ、就任試験がお前たちの力を見せつける場であることに変わりはない。全力で戦え。この葉丸、一緒に中人目指そう。または人魚とみなされる生物の使用は認められている。何でも中人になってみせるぞ。なんか俺にも勝つ気満々だな。兄ちゃんといえどもライバルだ。これうん、だってまだまだお前に負けるわけにはいかねえかんね。兄ちゃんなんてこれだこれ。よーちお前なんか指一本だ。ギッテンギッテンにしてやる。グッチョングッチョンにしてやる。ナルト大事なこと言ってんだからちゃんと聞きなさい。サクラうるさい。ナルト覚えてなさい。サクラちゃん怖いってばよ。それではこれより就任試験本戦第一試合の組み合わせを発表する。試験官は準備してくれ。第一試合、渦巻きナルト対サルトビコノハマル。燃えてきた。いきなり渦巻きナルトかよ。こりゃ消化試合だな。あのチビかわいそうにな。俺たち逃げなくて大丈夫かな。ああ、いや何、渦巻きナルトは人中力だろ。しかもキュービをコントロールできないっていうし、もしあのチビが頑張っちゃってキュービが暴走。勘弁すぎる。このハマルちゃん、よりにもよってなんてことです。教育係といえどこんな時は何もできない。ただ信じて応援してやることしかね。このハマルくん頑張れ。頑張るなよ。んちょっとで負けて引っ込みやるやチビ。バラバラと試合を長引かせんなよ。頑張れ。やめてけど、このハマルと本気でやりて。兄ちゃん、俺この日を待ってた気がする。ん？チャンスだこれ。みんながこの試合に注目してる。みんなが兄ちゃんと俺を見てる。
みんなに俺の戦いを見せられる。俺をこの葉隠れの忍び、このハマルをみんなに認めさせる絶好のチャンスだ。これ行くぞ兄ちゃん。来いこのハマル開始。大玉ガゼンガ。ちょ、ま、それまだ教えてる。いつまでも追っかけてばかりじゃねえぞ。くれカゲラシンの術。カジュンカゲブシンの術。当たり前といや当たり前だが、ああ、渦巻きナルトの勝ちだ。次だ次、さっさと次の試合を始めろ。悪いなこのハマル、俺も中忍になんなきゃいけねえんだ。このハマルの戦闘不能により続けられんのか。当たり前だこれ。俺はまだナルト兄ちゃんに一発も入れてねえ。いいぜこのハマル。お前が言うな、お前が。あのナルトってやつはな、手加減なんてできねえよ。ナルトは相手の気持ちが分かっちまうやつだからな。相手をバカにするようなことできるわけねえじゃん。一発くらい当てたかったんだけどな。やっぱナルト兄ちゃんや、このおかげへの一歩ですぞ。おかげの名前が欲しければな、この俺をぶっ倒してからにしろ。俺も子分なんかやめた。これからはライバルだ。このハマル、俺に一発入れてみな。続けん影分身の術。何？いた！ジジイの術だこれ。さらにカトン、ハイステック。結構できるぞ。発展してください。もう神経もね、チャクラも尽きた。でもせめて一発。このハマーのやつは張り切りすぎだってばよ。しまった。簡単には譲れねえってばよ、このハマル。バカ。バカ。バカ。
バカ。バカじゃ。また、今回は特例としていくつかの制限を設けさせてもらった。その1、戦術の禁止。他の連中の手前、ハンデは必要だからね。え？渦巻きナルトは反則行為により失格。勝者、サルトビ・コノハマル。ナルト、お前ならいつでも中忍になれるだろう。ま、実力ならもう俺よりも上だからな。そうですとも。なんてったって君は木の葉の英雄なんですから。いや、そんな、それほどでも。やっといつものナルトに戻ったわね。さ、帰るわよ。ちょっと待った、これ。俺も一言言わせてもらうぞ、これ、よかったな、このハマル。これからは部下だ。なんじゃ